個人5位、バルサは誰取るんや？デンベレ頼みなのに。デンベレは5000万ユーロでの契約解除条項あって PSG はこれを満額払う用意がある模様。やっと構成したと思ったらこれか。やからあとはサインすれば移籍かな。ソースはロマーノ。これ後がま確保する必要ある？バルサの台所事情よく知らんのやが。バルサは拒否してるんやろ？拒否してても契約解除条項の金額払われたら何もできんで、ネイマールの時と一緒や。バイアウトはクラブが拒否もクソもない個人合意だけで移籍成立する。バルサが PSG にネイマール引き抜かれた時もこのパターン。イガンインは期待していいか？アセンシオはまた控えか。もしエンバペが出ていくようであれば取りに行くだろうね。リーグアンのサラリーどうなってんだよ。すぐネイマール出てくんやろ？そんなことよりかまたハイツ移籍が決定するんや。安すぎひん？しかもバルサは半分しか受け取れない契約だからな。契約解除条項バイアウトって、クラブ側からしたら設定するメリットなくね？自分たちの合意なしに選手取られるリスクあるなら最初から設定せんでいいやん。メッシいなくなりました。ムバッペ出ていきそうです。ネイマール衰えてるし出ていくかも。このチームシティと違ってマジで金だけ使って何も得られなかったな。ファティンシェ、本気出しますか？サッカーの遺跡って選手有利すぎやろ。入団から何年間は保有権とかないんか。エムバペ次第の様相を帯びてきたな。アセンシオとイガンイン補強したのにまだ右取るんか。